ここさせないと制約率は落ちるんです。僕はですね、はい、営業セールスするときに、はい、必ずしていることですよね、はい、これ逆に言いますと、はい、これ、ね、しないと契約取れないです、はい、みんなしてほしいんです。企業研修でいうことなんですけど、はい、もうこれ絶対やってください。絶対、僕は絶対やってます。はい、でちょっと書きましょうかね。そうです ね、はい、これ何て書きますか。訴求ですか、はい、相手にしてほしい行動を伝えることなんです。この Facebook の広告でこちらをクリックくださいっていう一部見たことないですか。ああ、はいはい、見たことありますね。ありますよね、はいはい、あれ広告でいう訴求ポイントというところなんです。この一文がない広告っていうのは、はい、反応が低くなる。そういうことなんです。なるほど。そういうことなんですよ。読み手に訴求してない広告っていうのは、はい、読み手が何をやったらいいのかわからない。そういうことなんです。なるほど。営業も同じなんですよ。商品説明しますよね。料金説明しますよね。この訴求をしない営業マンが多いんです。これすごくもったいないです。だから訴求はしてください。一番ね、やっちゃダメなことがあるんですよ。ご検討くださいですね。はい、ちゃんと訴求してる人は取れてる。なるほど。うん、で、取れてない人は、はい、訴求してない。もしくはこれ言ってご検討ください。訴求を間違うと、契約は取れなくなるんです。で、何にするかというと、はい、ご決断ください。ご決断くださいに書いてほしいんですよ。しっかりやることが営業マンの役割なんですよ。ここさせないと制約率は落ちるんです。